私、かよ、遊ぼう。魚死んでる。眠っているのよ、きっと。あ、かよちゃん、魚お腹いっぱいで眠くなったのよ。あ、ささぶね。翔太郎。起きたの？マユラ、ご飯できてるわよ。はい。お母さん、私コーヒーでいいから。今日も？お父さん、また私のスリッパ履いてる。うん、私のスリッパ、うん、あ、これか。いいじゃないか、これ気持ちいいんだもん、ふかふかして。本当にもう、本当に食べないの？お弁当の時間まで倒れちゃうわよ。大丈夫。つとむ、お前ちゃんとやってるのか、学校の方は。ん、あっという間にその時間だよ、お前。またあの夢を見た。してると思う。東京から来たの？それ、綺麗ね。あれは7歳の夏、田舎のおばあちゃんのところへ行った時のこと。かよちゃんと会ったのは、あの時が最初で最後だった。バニティ、VANITY。かよちゃんの夢を見た日は、何かいいことがありそうな気がする。いつも。ペーパー、空想妄想、バースト、巨大な、広大な。マユラ、おはよう。おはよう。レイコ、ちゃんとダイエットしてる？私、昨日サラダだけ。私だって今朝コーヒーだけ。マイラすごい。今週のあなたの運勢。今週のあなたは人生最初で最後のビッグイベントが起きちゃう。その第一弾が突如現れる素敵なボーイ。ただし油断は禁物。大きなトラブルに巻き込まれるかも。あ、始まっちゃう。
その第一弾、突如現れる素敵なボーイ。気持ちいい。今朝の夢の続き。何なの一体。幻覚？どうしちゃったの私。見たんだね君も。あなた一緒に来てくれないか。僕は佐久間刑事、君の仲間だ。仲間って？あの光景を見てしまった仲間だ。ちょっと待って、からかってるの？君が最後の一人なんだ。何それ、ナンパ？誘拐？私ね、そういうの嫌いなの。青空に稲妻のような閃光が光って辺りを真っ白にした。そこへ人間の塊が次々と降ってくる。僕たちは未来を見たんだ。明日東京は滅亡する。君の見たビジョンが現実になるんだ。あなた少し変よ。私帰る。君の力を借りたい。何言ってるの？あのね、私普通の女の子、整備学園2年、高杉真由良。あと5日で期末試験だし。高杉真由良、君はこれからずっとあのビジョンを見続けることになる。君の力が必要なんだ。君を入れて仲間は6人。あのビジョンの他に僕たち仲間に共通するものがもう一つある。それは水の記憶だ。水の記憶？全員があの川でかよちゃんと遊んだんだ。かよちゃん、ようも。
覚えとる。浴衣のようにあうかわいい子でな、しゃれたバラの髪飾りをしとった。もう70年も昔になるが、よう覚えとる。ちょうど私が息子と同じ年頃でしたから、あれは30年ほど前ですか。あの水のこう透き通るようにきれいな川で佳代ちゃんと遊びましてね、笹舟追っかけました。それでステッと私転んじゃいまして。私なんか昨日遊んだもん、おばあちゃんの田舎だもん。そんなの嘘よ。私これで失礼します。来週期末試験で忙しいんです。期末試験はない。帰ります。英作文の提出明日だし。まず時間の概念をゼロに戻してくれ。こんな時間だし。君が生まれたのは17年前じゃない。いい加減にして。僕も最初は信じられなかった。僕たちは昨日生まれたんだ。昨日生まれた僕たちに過去は存在しない。僕らの過去は作られた偽の記憶だ。人間が作ったんじゃ。それじゃあ。そう、人間じゃない、アンドロイドなの私たち。そうなんだよ。そんなあるわけないわ。だって私にはパパだってママだっているわ。僕たちボリス7型アンドロイド、通称 D は、明日行われるある実験のために作られた。僕たちはその実験で新しく開発された兵器の標的になる。この東京の街そのものがその実験のために作られたコピー都市なの。人間は一人もいない。どえらいことです。私たちの目に見えるもの全てがコントロールされた幻覚なの。あなたも覚醒するとそれが認識できるようになるわ。目に見える全てが幻覚、覚醒するとそれが認識できる。ねえ、私は人間じゃない。ただいま。翔太郎。人間は隔離されたコピー都市東京を作り、僕たち D を送り込んだ。 D の一人一人に人格を与え、記憶を植え付けたんだ。みんな嘘。生まれてからの私の記憶、大切な思い出、私は私じゃないんだ。
の町に人間は一人もいない。ねえ、私。あら珍しい、お父さんより早く起きるなんて。おはよう。あらま、どうしたのお前、こんなに朝早くから。えこれお袋からか、漬物。うん。そうそう、手紙来てたわよ。おばあちゃん楽しみにしてるって。マユラ、夏休み行くんでしょ。みんな嘘なのに。ん、信じてるの。なんだよマユラ、今度演劇部でも入ったのかおい。ストーム、ちゃんと座って食べなさい。食べないの。中学2年生なんだからしっかりしなきゃダメだよ。いつも見ていたものが見えなくなった。それまで見えなかったものが見えるようになった。あのおかしな建物も。コピーとし東京に送り込まれた D の中でここにいる6人だけがかよちゃんと遊んだあの記憶を持っている。知りたいの、何のために私たちが作られたのか。どうしてみんなの記憶の中にかよちゃんがいるのか。私があの川で聞いたのは、バイオリンの音色だった。情報不足です、回答できません。時間がないんだ。かよちゃんに会ったあの川で何か曲を聴かなかったか。ちょっと待って、私はただかよちゃんのこと。それをみんなも知りたい。この実験はボリスのマスターコンピューターがコントロールしているの。そのコンピューターにアクセスするにはあなたの水の記憶が必要なのよ。私、オルガン、確かオルガン。あの川で聴いた曲に何か意味があるはずだ。文字の配列を変換モードに移します。アクセスしました。コードネーム 3P ランチ、実験開始時刻まであと4時間46分36秒エリアコード TS35978 に東京 B 地区に当たります。パスワードは何だったの。ペーパー、水の記憶にあったバイオリン、アコーディオン、ピアノ、オルガン、リコーダーの最初の1文字から構成されています。 VAPOR。 何それ。ペーパー、実体のないもの、空想、妄想。急ごう。
米がたっぷり美味しいビールです。ビールを飲もう。キリンの生ビール日本ブレンド新発売。これください。ペレが使うのはいつだってマスターカード。これからはあなたの街でもマスターマークが目印です。マスターカード。肩こりにもいいらしい。日焼けにもいいらしい。ビタミン EC プラス B2 が効きます。ユンケル EC。 綺麗になってもいいらしい。 From Sato。おいしいミントは穴があるポロ。夏の肌汗皮脂油浮き何のその。夏の肌紫外線も何のその。プルミエ夏のスキンケアパクト資生堂。ビールってうまいね。キリン一番搾り。ラーバン R presents YMO 6月10日11日東京ドーム。チケット好評発売中。ごめんなさい。ジョーの赤マイス。この川よ、かよちゃんと遊んだの。冷たい。そうそう、ほら魚がいたんだ、あの岩陰に。そうだ、僕は人間だ。すり替わったってこと？僕たち人間の何人かが D のモデルになっていた。君たち D は記憶以外その人間と全く同じコピーなんだ。私と同じ人間がいるの？その人は死んだ。急ごう。マイラ、君の知覚システムを変えたい。服を脱いでくれないか？え？
エリアコード TS359872 にあの川があらずがない。この周辺に知覚システムを狂わす何かが作用してるんだ。知覚システムを変えれば君には見えるはずだ。急いでくれ、お前ら。あなた、何者なの？僕は君たち D の内部構造全てに関してレクチャーを受けてきた。マイラ、時間の概念をゼロにして聞いてくれ。コピー都市東京の制作が開始されたのは今から5年前、2020年のことだ。つまり、今は2025年。君たち D の記憶だけが1995年を刻んでいる。ボリシャは例の新兵器の最終実験を2025年に決定した。場所はコピー都市東京。すでに実験台となるアンドロイド D が送り込まれている。 D は人間の感情を作り出す脳内物質と全く同じ物質で制御されている。人間としての心も愛情もそして記憶も備えたアンドロイドだ。しかし、ボリッシャの新兵器がどの程度人間を洗脳できるか。これまでの報告を総合すると 100% 洗脳は可能だ。新兵器は確実に人間の脳に直接作用して感情や記憶を変換する。スリーピーランチとはボリッシャが開発した新兵器のコードネームだ。その実験を阻止するために僕が送り込まれた。2025年はテロ事件が頻発して毎日何百という人間が犠牲になっている。市民を徹底的に管理化しようとする政府側とこれに抵抗するテロリスト側との衝突が何年も続いているんだ。そこで政府は人間を洗脳するスリーピーランチをボリッシャに開発させた。僕はそのライバル企業の人間だ。あなたは D でもない、高校生でもない。みんな嘘だったのね。これで君にスリーピーランチは通用しない。真実だけが見えるはずだ。
人間は私たちを勝手に作って勝手に殺すのね。理解してほしい。君の力が必要なんだ。人間のために戦うんじゃない。私はリーのために。あ、こんなに近くにあったなんて。揺れる愛してるの国は一緒にカラカラになりたいんです。私の命の水ポカリスエット。 Girl, are you looking at me? Get on with your life, would you? What life? I'm in the dark! Al Pacino. Flame thrown to this place! Scent of a woman. 夢の香り。息をするたびに青や黄色を吸い込みそうだ。私も大切。キリンラガービールを飲む。プレミューでコーヒーに泡が立った。ふんわり泡立つクリーミング、プレミューマリームから新発売。ドヒューン、シーズケースじゃ。頑張れよ。一袋にレモン200個分のビタミン C。 おいしいの。ビタミンスナックシーズケース。ポーラ。紫外線やプレッシャーにベータカロチン、ベジータベータ。喫煙飲酒夜更かしにベータカロチン、ベジータベータ。これがおいしいベータカロチン、ベジータベータ。なるほど。胃の調子が悪い時、食事の前にキャベツを飲みますと、まず胃の調子が良くなります。で、辛いもたれやムカムカも抑えられる。そう、一日が自分のペースでいけるんです。キャベツ。まあまあお茶でも。いや、ほんのそちゃの姿、まあ、世間のと比べてちょっと美味しいかな。まあそれだけでいいやな。そちゃのせ。いいお茶には丸がある。サントリーの緑茶新発売。スリーピーランチと何か関係があるはずだ。かよちゃんのくれた水の記憶が何を示しているのか、それが分かれば。佐久間くん、そこに水はないわ。すべて幻影だったのね。こっちよ。私には分かるの。かよちゃんが呼んでるのよ。あそこよ、入り口は。
お部屋。間違いない、あの水の記憶は僕たちを導いてくれているんだ。僕にはもう役に立ちそうにない。急ごう。侵入してスリーピーランチをコントロールしているマスターコンピューターを破壊する。それが僕の任務だ。破壊？それじゃあ東京のみんなは？一時的に機能が停止するだけだ。我々の計画が成功すれば日韓で君たちを再び活用するだろう。それは不可能よ。私たちの寿命は1ヶ月。実験が終われば、ドールに戻るように設計されているのよ。光が変わったみたい。待て。レーザーだ。ここから先は生体反応を示すものが通れない。私ならレーザーに反応しないわ。もしかして最初からこれが目的で、だからディオ。すまない。それで私は何をしたらいいの？自爆誘導システムがプログラムされている。マイラ、thank you.
ようこそ。かよちゃん、ごめんなさい。私の作ったあなたたちがこんなに恐ろしい計画に利用されるなんて知らなかった。作った、あなたたちに記憶を与えました。スリーピーランチの計画を知った時、科学者として許せなかった。でもこれしかできなかった。あなたたち5人に記憶を植え付けることしか。きっとそれは自爆誘導プログラムね。そのコンピューターは注水尾のマスターコンピューターに直結しています。さ、早くセットなさい。一つ聞いてもいい？D の寿命を延ばすことは私たちの思いがいつか蘇ることは残念です。さ、急いで。どうしたの？やっと眠れるわ。あなたたちに本当の顔を見せてあげたかった。あの川は私の大切な思い出だったの。やだマユラ、どこ行くの？授業始まるわよ。うん、すぐ行く。佐久間くん、その人、私のモデルになった人、どんな人だった？勇気があって、いつも輝いてる人だった。今でも愛してる？あと1分。ねえ、私アンドロイドでも今日あったこと、今日の記憶は与えられたものじゃない。私が作ったのよね。
マユラ、僕は佐久間くん、お願いがあるの。そうですか。あの子に憧れたアンドロイド、その実験都市というのはどういう感じでした？渓谷に透明な水が流れる川と緑がありました。鳥は鳴いていました。懐かしいという意味が分かったような気がします。出てる方は